警視庁は警察法第62条に規定される日本の警察官の階級の1、上から3番目、警視官のもと、警視制の上。警視庁の階級小警視庁の階級は警察法第62条に規定され、上位には警視総監と警視官があり、下位には警視制、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査が定められている。 国家公務員試験に合格し警察庁へ採用されたいわゆるキャリア組の警察官は採用22年目あたりで勤務成績優秀者から順次承認する各都道府県警察に地方公務員として採用された後推薦により警察庁に国家公務員として中途採用された警察官も承認することがあるまた 警視庁及び一部の大規模道府県警察でも、いわゆる地元組のトップが承認することがある。原則的には、ノンキャリア警察官の最高階級とされているが、実際に承認できるのはごくわずかである。国家公務員試験の合格者も警視制承認後に承認することがあるが、警視官に承認することは困難とされる。局長級以上に昇進することが困難である点は、 他の省庁の通所試験合格者と同様である。ありがとうございます。